航空兵は軍隊における兵科の一つ。航空機を用いて攻撃、偵察を行い、それに伴う整備も受け持った。かつて航空機が存在しない時代の軍隊は、基本兵科といえば、不評、機兵、工兵、工兵で、もっぱら陸上の視点に立っていた。その後、気球の実用化により、航空機の軍用利用が始まった。 1794年のフランス陸軍では世界に先駆け気球による偵察が行われ、19世紀に入ると世界各国の軍隊で採用された。1900年にドイツのフェルディナント・フォン・チェッペリンが飛行船で初飛行を成功させるとドイツ軍はチェッペリン社に軍用機を発注することとなる。1909年ドイツで セッペリンの軍用飛行船が正式採用となった。1903年にはアメリカでライト兄弟が飛行機の初飛行に成功している。飛行機もすぐに軍事利用の研究が始まった。フランスでアンリファルマン3が乗客2名を乗せて飛行すると、翌年には日本で徳川義徳陸軍公兵隊員が日本初飛行を成功させた。1九百十年四月にはフランスが 航空部隊を編成し、1911年にイギリスで航空師団が編成された。本格的な実戦投入がされたのは第一次世界大戦の頃からで、この時にはヨーロッパ列強各国が航空部隊を持ち、主に偵察が主任務であった。続く第二次世界大戦では航空戦力が主兵となり大いに活躍した。このように、 航空機の軍用利用が広まる中で独立兵家としての航空兵の地位が形成されていった。当初は陸軍や海軍の一部としてスタートし、次第に航空兵家が部門として地位を確立すると最終的には空軍として独立する国も出た。日本陸軍では1904年の日露戦争で電信共同大隊内に臨時機球隊が編成され、 旅順行為線で偵察任務を行った。1907年に鉄道連隊、電信代隊、気球隊を統括する交通兵旅団が設置され、この絵師団長の指揮下に置かれた。1909年7月30日に陸海軍協同によって臨時軍用気球研究会が創設され、初代会長には長岡外市陸軍中将が任命された。 同会は1920年5月14日まで存続し、軍用気球の運用は主に工兵が担当した。1910年には前述の徳川義徳陸軍、工兵隊員が日本で初飛行を成功させた。軍用気球、軍用機ともにそうであったように、陸軍では新兵器は主に工兵によって導入された。第一次世界大戦では、沈騰派遣航空隊として、 航空部隊が創設され、独立第18師団霊下で実戦投入された。1915年に初めて平時編成として飛行大隊が編成された。1919年4月に航空部門を統括する陸軍航空部が設置され、井上育太郎が本部長に就任する。これは、さきの交通兵旅団の管轄にあった鉄道、電信については、 航空兵官の所管とし、航空のみ独立させたものだった。陛下として航空兵家が独立したのは1925年の宇垣軍宿によるもので、5月に創設された航空兵家は、騎兵家や航兵家からの転嫁によって、将校を調達した。陛下定職は、阿波根町。また、飛行兵家創設に伴い陸軍航空部が、 陸軍航空本部として改編し権限強化が図られた。季節の飛行大隊も飛行連隊として格上げし、1930年には8個連隊を数えた。1937年以降は空地分離方式の導入によって飛行連隊は飛行戦隊に順次改編され、終戦までに計92個戦隊を数えた。1923年に 核飛行部隊が編成され、核士団に配属されてはいたが、核飛行部隊を包括する航空部隊が設置されたのは1936年8月のことで中条に進んだ徳川義徳が長を務める航空兵団が編成された。総数としての規模は拡大したが、制度としては未完成で常に編成が変化した。終戦間際の編成では、 本土決戦を睨み北東方面を除く日本本土、及び朝鮮に駐屯する飛行部隊、航空部隊を統括する総司令部として、航空総軍が置かれ、次に航空軍、その下に飛行士団が編成された。航空軍は全部で6個、飛行士団は13個編成されているが、いずれも装備、兵員はまちまちで統一されていなかった。飛行士団は、 地上部隊の旅団に相当する飛行団を統率し、飛行団は陸軍航空部隊における主力単位である飛行船隊及び独立飛行中隊、飛行場大隊などを統率した。陸軍航空部が設置された1919 19年4月、所沢に有川隆一少将を校長とする陸軍航空学校が設置された。これが初めての飛行兵用の実習学校で、 家士官から医官までを対象に教育訓練に当たった。現役航空兵科将校を専門に要請する士官学校として陸軍士官学校から分離する形で1937年に陸軍航空士官学校分校が設立され、これは翌1938年12月に陸軍航空士官学校として消化、独立する。講師は 陸軍横賀士官学校を卒業し、陛下として航空兵を選んだものが進んだ。当初、陸軍航空学校から解消された所沢陸軍飛行学校跡地に作られたが、後に埼玉県と8日に移る。この地を大元帥である昭和天皇がおさむだと名付ける。この学校は第二次世界大戦終結までに四四千百七十六人の卒業生を出したほか、 終戦の時点で4000名を超える在校生がいた。人員面で、後の陸軍航空部隊の中核となる歌詞館、航空兵は、1933年にその前身が発足する陸軍少年飛行兵制度によって、東京陸軍航空学校及び熊谷陸軍飛行学校などの各飛行学校で養成され、主塾となった。なお、1940年に、 陸軍は憲兵化を除く、兵格軍を合理的観念から、撤廃、一律に、兵かとし、航空兵科、航空兵も廃止されているが兵士としての飛行兵が、存続している。陸軍は、飛行機乗員のうち、操縦にあたるパイロットを、操縦者と称し、さらに偵察、戦技、機上通信などを行う同乗者を含めた、総称として、空中勤務者と定義している。 同乗者の人数は操縦者の3割程度であった。航空兵海軍は陸海軍共同で創設された臨時軍用気球研究会を通じて1910年、金子洋造海軍隊員をフランスへ派遣し、操縦者資格を取得させた。陸軍では同じ頃、日野熊造不評隊員がドイツ、徳川義徳工兵隊員がフランスで操縦者資格を取得して、 現地購入の機体を携え帰国していたが、海軍では航空機というまだ得体の知れない代物に対して十分な予算承認を得られず、実機の購入は見送られた。1912年5月、横須賀に予算10万円で海軍航空技術研究委員会が設けられて、機体調達に目途がついたことからフランスとアメリカに操縦と整備の技術習得を目的に、後に 中島飛行機を設立することとなる中島地区兵機関隊を含め5名の士官を派遣した。第一次世界大戦の沈騰攻略戦には航空機運送艦は神山るが搭載したモーリス・ファルマン水蒸気の1912年型3機と同1914年型1機で偵察と原始的な爆撃で実戦参加する。初めての実用機の配備から2年での 実践経験であった。その頃の登場員要請は、主として、機関化商校の中から希望者を募って細々と行われていた。航空技術研究委員会が発展的解散し1916年、横須賀海軍航空隊を開いて、士官操縦員要請コースである、航空術学生の教育を開始し、1917年には、 歌詞官兵に対する操縦講習も実施しだした。同年、初めての航空母艦の建造計画が政府から承認されている。陸軍と違い海軍には、陸軍航空士官学校に相当する士官学校や、明けの陸軍飛行学校などの飛行実家教育のための学校組織はなく、最後まで航空隊自体で要請する方式で一貫した。 学校組織において訓練用の燃料、弾薬の使用も予算内に限られている。教育系統よりも、指令が人頭に立って、昼夜訓練する実施部隊と同じ組織において、教育した方が効率的であるとの主張であり、練習という名目ならば訓練用の燃料、弾薬も融通が付けやすいなどの理由からで、海軍教育は海軍省の軍政事項として管轄されているのに、 いわば法の抜け道を利用する形で航空兵の育成を海軍教育の縛りから外したものであった。当初、横須賀航空隊内に、ついで霞ヶ浦海軍航空隊に練習部を置く形で出発したが、1930年5月、航空隊練習部を練習航空隊とする大改定を行い、以後、連空は次第に増えていった。海軍では飛行機乗員のうち、 操縦にあたるパイロットを操縦員と称し、さらに広報、通信、爆撃、射撃、写真撮影、観測などを行う搭乗者を含めた総称として、搭乗員と定義している。また、操縦員以外の搭乗員を一括して、偵察員と呼び、陸軍よりも福崎や大型機の比率が多かったため偵察員は操縦員と同数ぐらい必要であった。陸軍や他国では、 この操縦者以外の飛行機搭乗員を教育訓練するのに既存の田崎を流用する場合が多かったが、海軍では専用の機体として、90式機上作業練習機や白菊などを開発、使用した。1923年、海軍兵学校での士官向けに航空術学生という家程が作られて、専門の士官偵察員要請が始まり、1925年には、 偵察学生と名称が愛された。同時に士官操縦員養成コースである航空実学生は飛行学生の名前に変わった。1929年12月から偵察学生を廃止して飛行学生一本として教育期間を1年に伸ばして操縦偵察双方を教育するよう改められた。学生卒業時に本人希望と適性を考慮して 空中勤務士官は操縦、偵察のどちらかに振り分けたが、偵察士官に区分されても操縦もした。しかし、海軍予備学生でも含めて、その他の出身で偵察に区分されると操縦は、しなかった。海軍で戦闘部隊の指揮権を持つのは将校である、陛下士官であり、これは空中勤務の将兵も同じであった。陛下士官が飛行将校になろうとする場合、 およそ、品事編前までは、海軍兵学校を卒業して、中尉の初年か少尉の2年目まで、感染勤務をし、そこで、飛行学生に採用されて、一般海上コースから分かれて、霞ヶ浦航空隊で1年間の教育訓練を受けた。飛行学生修了後は、戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機、陸上攻撃機、水上偵察機など、 専門別の訓練を受けるので、海軍予備学生や、海軍飛行予科練習生の操縦者よりも、養成期間が長くなっていた。1930年、飛行学生卒業後1年以上実務部隊に、勤務した隊の中から、わずかな人数が選抜されて、横須賀航空隊において1年間の教育を施す、練習航空隊高等科学生制度が始まり、第一期生が入隊した。 毎年、数名から多くても20名の学生が採用されていたが、1939年入隊の第8期生でこの練習航空隊高等科学生は中止される。品事変が始まると、たちまち不足した航空現場の幹部を内地へ呼び戻して、高等教育する人員的余裕がなかったためで、第1期から第8期までの卒業生は合計93名であった。 1914年から巡視官、可視官を数名、試験的に採用して操縦員教育を施してきたが、1920年5月以降、兵装、水兵の中から募集した飛行術練習生の教育を、1923年2月には、機上作業員要請の航空術練習生の教育を始めた。水兵などで航空兵を志願する者から身体検査と、 学術試験を行って合格したものの中から、さらに、航空適性検査にて、飛行術練習生、総連下航空術練習生、停電として採用するものを選別した。1940年11月、総連、停電を廃止して、海軍の一般貸し官兵から募集し、学科試験や適性検査、身体検査により選抜された飛行機搭乗要員は、公実する。 海軍飛行予科練習生の地上教育の部分を6ヶ月行った後、公主、おつし飛行予科練習生と同様に飛行練習生に進ませる兵種飛行予科練習生に改められた。兵費は海軍内での打兵種から要因を引き抜くこととなるため、太平洋戦争での戦況悪化に伴い、1943年、岩国海軍航空隊への第17規制入隊をもって、 以降の募集は中断され、そのまま終戦となった。1930年6月、少年航空兵制度として、予科練習生、第1期生79名が、横須賀航空隊に入隊した。これは15歳、以上17歳未満の高等小学校卒業者から採用され、競争率74倍もの超狭き門であった。3年間で、砲術、水雷、 公開、運用、通信など各種10課の知識に加えて、旧制中学校卒業程度の学力を身に、つけさせてから艦隊などで幹部実習を約6ヶ月行った後、一等航空兵として飛行練習生になった。練習機と短期間の実用機での飛行訓練を受けている約10ヶ月間に、操縦不適と判断されたものは偵察員や整備員に回される。 卒業した者は、それから3ヶ月ほど、戦闘機、艦上爆撃機、艦上攻撃機、陸上攻撃機、水上偵察機の専修訓練を済ませ、4年半の全過程を終了すると3等飛行兵装に任官されて実務部隊へ赴任した。この余科練習生は1936年12月から、飛行余科練習生に1937年5月から、 おつしゅひこか練習生に解消され、1940年からは、土浦海軍航空隊に入隊した。太平洋戦争での激しい消耗戦により飛行機、搭乗員の長急速要請を図ろうとして、1943年4月、おつひごを各社のうち17歳以上のものを採用し、海兵団の新兵教育と兵費での教育を6ヶ月で行う、おつしゅひこか練習生。 1> 第1期生1585名が、兵費第17期生が入隊した翌日に、同じ岩に航空隊へ入隊した。日本海軍は、伝統的に攻撃力を重んじる傾向があり、航空隊でも防御力である戦闘機よりも、攻撃力である爆撃機、攻撃機を重視した。この考えは1933年頃から、戦闘機不要論として先鋭化し、 1935年から2年間は、戦闘機の生産や、戦闘機操縦位に育成は減らされた。1937年、航空陛下の整備部門が独立し、海軍航空部門は、飛行家と整備家の2陛下となる。同年9月、旧正中学校学年在学生から選抜して、航空兵養成を行う、公主飛行予科練習生。 第一期生250名が11.5倍の競争率を勝ち抜き横須賀航空隊に入隊した。オツヒに比べ航費は一般教養強化を大幅に省略できたためよかれん、教育期間を半分に促成が可能で、また実務についてからの進級も早かったため、航費とオツヒの両者間に圧力が生じる原因になった。海軍航空兵力の拡充のため優れた人員を、 充当すべく、1934年には、旧正大学、旧正高等学校高等科、旧正専門学校の卒業生を対象とした、海軍航空予備学生が、海軍予備に養成課程の一種である、海軍予備学生制度として導入されたが、太平洋戦争が開戦すると間もなく1942年1月には、海軍予備学生の対象は、陛下全体に拡大された。 他に1938年に発足した低身省の航空機乗員養成所にて民間操縦士免許を取得すると義務として短期間の軍の教育を受けて陸海軍の予備役家士官操縦者になった海軍は急速に飛行家の増強を図って軍用機の生産数増加に応じて飛行機搭乗要員を大量増員し1942年から終戦までに 各種予科連に24万2千人を入隊させたのだが、要員の収容場所に困り高の山の寺院や宝塚、歌劇団の劇場まで使用した。1942年は約6千名の飛行機搭乗員を育成したが、このうち飛行家予備学生出身の約200名を含む400名弱が士官であり、残りのほとんどは飛行予科練習生出身の歌士官であった。 また民間操縦士から採用する講習予備練習生100名ほども入っていた。1943年12月から海軍予備生徒制度の対象を従来の高等商船学校の在校生、卒業者のみならず、旧制大学、旧制高等学校高等科、旧制専門学校の在校生志願者に広げて、学徒出陣者の受け皿とした。1943年で、 海軍予備学生の飛行専修者として、士官搭乗員の要請数は1万人以上が採用され、また、旧制中学在学中の者から採用した公費が3万名を超えた。1944年後半になると、練習航空隊に練習用機材や燃料を満足に供給できなくなり、飛行練習生の約半数は、航空隊での従来の予科練教育の代わりに、 整備術教育をしたり、通信学校や電速学校に派遣して、整備員、電信員、電速員に要請しておき、時期が来れば、飛行機搭乗要員の教育を再開しようとした。1944年8月、特攻10課が新設され、公表的、信用、回転などの水中、水上特攻兵器搭乗員の要請に、ヨカレ出身でも、 飛行機搭乗要員の教育を受けられなかった航空兵の一部が挙げられ、2ヶ月ほどの講習を受けて、手のひら特攻兵という特殊兵になった。第二次世界大戦中の撃墜用については、エースパイロット第二次世界大戦、エースパイロットについては、カテゴリー第二次世界大戦のエースパイロットも参照。陸軍海軍1947年9月18日の アメリカ合衆国空軍設立に伴い、軍歴がこれ以前に始まり最終軍歴が設立後に、終わるモトリク軍航空隊所属者は空軍表記。イタリア空軍は1887年に設立され、イタリア王立空軍として第一次、二次世界大戦を戦い、1946年にイタリア共和国空軍に改称された。ドイツ空軍は、ドイツ帝国時代から、 ナチスドイツ、東西ドイツ分裂を経て、ドイツ連邦軍空軍として存在している。第一次、二次世界大戦などに参戦しているが、二度の敗戦により、ドイツ帝国陸軍航空隊、ドイツ国防軍空軍は解体されている。自由フランス空軍、フランス空軍を含む、ありがとうございます。